こんにちは。ソフトバンクが新しい見守りサービスを始めました。その名は見守り電池。何それって思いますよね。見守り電池はノバルス株式会社が開発した炭酸型乾電池型の IoT 機器のことです。家電に見守り電池を使うことで利用状況を解析し見守りを行う仕組みです。アイデアは面白いですよね。でもどういう仕組みなのでしょうか。見守る電池がどういうものか調べてみたので、この動画でお伝えしたいと思います。こちらが見守り電池です。見守り電池は電池といっても通常の電池というわけではありません。市販の単4乾電池を装着して炭酸型乾電池として使用できるんです。しかもただ電池として利用できるだけではなく、電池の利用状況をチェックし Bluetooth で通信ができる電池となっています。電池1本につきスマートフォン1台と連携しますので、1台の機器に1つあればいいってことになります。システム全体の構成はこちらの図のようになります。例えば高齢の親の家のテレビのリモコンに見守り電池を入れるとしますよね。通常テレビを1日に決まった時間に見ることが多いと思いますが、その状況は Bluetooth を介して高齢の親のスマホに送信されます。そしてそれが見守りサービスのサーバーに通知されて利用状況が解析されます。そしてその結果が高齢の親の子供に通知するという仕組みになっています。また見守り電池の利用だけでなく、スマホの利用状況なども同じように見守りサービスに通知されて利用状況を解説することもできます。つまり見守り電池があってもなくてもサービスが受けられるってことですね。そして、利用状況が確認できないときには自動で電話をするっていう機能もあります。この電話ですけれども、高齢の親の方にも電話が行きますし、子供の方にも行きます。こちらのサービスが画期的なことはですね、カメラとかセンサーなどを使わないで済むってことです。もしカメラなんかがあると見られているっていうことも感じてしまうので、高齢者からするとちょっと嫌ですよね。でもこの見守り電池の場合はそういう違和感がありません。また見守り電池に関しては、見守り電池以外に余計な機器を使わないためにコストも抑えられます。見守り電池を使った見守りサービスですが、コストは一体どれぐらいかかるのでしょうか。かかるコストですが、こちらのようになります。見守り電池の価格ですね、単4電池を単3電池に変えられるっていう見守り電池の価格ですけれども、3509円税込み1本あたりとなっています。こちらはソフトバンクのオンラインのショッピングサイトの場合ですね。現在は予約ができるような状態になっているようです。その他に見守る側のスマート電池のアプリですね、こちらは月額で550円税込みとなっています。これは1本あたりですね。ですのでアプリを複数使う場合はそれかける何倍かになるってことですね。次にですね、見守られる側のスマート電池アプリ、こちらはお金はかからないようですね。次に、見守りサービスそのものにかかるお金です。基本プランとシンプルプランに分かれていまして、基本プランの場合は Y モバイルの利用者の場合は月額480円、これは多分税込みではないですね。で、 Y モバイル以外の利用者の場合は月額980円、となっています。こちらも税込みではありません。で、見守りサービスで基本プランの他にシンプルプランというのがあるんですけども、こちらの方は無料になっています。
でですね、基本プランとシンプルプランですね、どのように違うかっていうのがあるんですけれども、それはですね、こちらの図を見ていただくと分かると思うんですけれども、基本プランとシンプルプランは自動電話とか自動通知があるかどうかと見守る人数の違いがあります。基本プランの場合は行動履歴の確認は最大365日となっています。で、自動電話と自動通知が可能で見守り人数は最大2名となっています。一方シンプルプランなんですけれども、月額料は無料なんですけれども、行動履歴確認が最大24時間で自動電話とか自動通知がありません。また見守る人数は1名となっています。多分この2つに分かれてっていうのは、まずはシンプルプランで使ってもらって、使い方とか使い勝手を確認してもらうっていう意味合いが強いのではないかなと思います。ですので、通常本当に使うんであれば基本プランの方がいいかもしれませんね。あとですね、こちらなんですけれども、まあコストこれだけかかるんですけれども、基本的には見守る側ですね、まあ親子を想定している場合だと子ども側がお金を払う形になると思われます。なぜかというと、一つは支払い能力とかですね、まあ認知症の親の場合だと支払い能力がなかなかなかったりするので支払えるのはやっぱり見守る側ですね。ですので見守る側にお金の負担をさせるための料金システムになってるんだと思います。あと見守る電池なんですけど、先ほどソフトバンクのオンラインショップの場合は税込みで3509円と言ったんですけれども、見守る電池は、ビッグカメラの一部の店舗でも扱っています。現在は新宿西口店、ラゾーナ川崎店、立川店のみなんですけれども、こちらではですね、価格は1本あたり2980円、税込みだと3278円となっています。ですので、ソフトバンクのオンラインショップよりもこちらの方が安くなっています。一回電池を買えばですね、こちらの基本プランはYモバイルの利用者なら基本プランで月額480円で、できますので、コストとしてはかなり安いかなって思います。シンプルプランだと無料なんですけれども、まあ最初はシンプルプランを使って、よかったら基本プランを使うっていうのが一番いいかもしれませんね。基本プランにする場合ですね、ワイモバイルの利用者だったらアプリの利用料とサービスの利用料で合わせると550円プラス528円になるので、1078円になりますね。この価格だったら利用したいと思う人は結構いるかもしれません。いかがでしたでしょうか。まだこの見守り電池に関しての情報は少ないですね。まあサービスが始まって開始間もないってこともあります。ですので、細かい部分についてはちょっとわからない部分もありますね。私の個人的感想なんですけれども、発想はとても面白いなって思いました。この見守り電池を開発したノバルス株式会社なんですけれども、ビッグカメラで2018年の秋に開催されたスタートアップ企業のためのサービス、プログラムでビッグカメラアクセラレーターっていうのがあるんですけれども、ここで、採択された会社みたいですね。つまり、この会社は IT ベンチャーっていうことです。この見守り電池のサービスなんですけれども、どれだけ受け入れられるかは実際に使って、高齢者を見守る家族の負担が軽減されたり安心感が得られるかどうかにかかっていると思います。ただこのサービス使ってみないとわからないと思いますね。やっぱり先日ヤフーと LINE の経営統合の記者会見でヤフーの社長がIT で日本のを抱える問題ですね、それを解決したいと言っていました。今回の見守る電池もそれと関連があるのかなって私は思いました。まあこのサービスが今後どうなっていくか分かりませんけれども、成り行きを見守りたいと思っています。以上で今回の動画は終わりです。ご視聴ありがとうございました。